した厚です。はい、決め、あとね、あのマイク、今、これ、シュアの、SM58 をね中心に使ってるんですけど、ちょっとボーカル用にねマイクがちょっともう一個欲しいなと思いまして、先輩である、リッチー氏と、あとはですねウッチー氏に相談しましたところ、シュアの SM55 がいいんではないかと、まあ、通称ガイコスと呼ばれているものですね。まあ2名が、55がいいとおっしゃられるんで、ちょっと55に決めようかと思ってます。55はねすごくボーカルの広域がね、すごく広域この辺ね、これ全部あのうちこの空間ここセーフで表してるんですけど、まあ、この辺ですね、この辺の音域をすごく綺麗に再現する。要するに私の場合歌うとどうしても広域の成分がね強いんで、ここのとこ低めに歌ってるんですけども、それではせっかくの味が出ないと。それであれば綺麗に広域が録音できる55がいいんではないかと、いう結論に達しました。なのでまあ最近歌った中ではね、木綿のハンカチーフ、これ武部聡さんがアレンジしたね木綿のハンカチーフ、高橋愛さんかが歌ってるんですけどね、私の耳には高域が歪んでるように聞こえるんですが、その歪みをこうクロップするのがね、要するにこれ以上のところはこうクロップされるわけですよ。クロップされたところはねとても美しいんですね。恋人よ僕は旅立つ東へと、っていうね、せっかくそこのところのクロップするこのギリギリのところどこに設定するかでだいぶ全体の雰囲気が変わってくるんで、リッチ氏もウッチ氏も55を勧められたんで、まあ、やっぱりボーカルですからね、音楽は55にしようかと決めました。できればね明日早速にでも、購入しに行きたいと思います。それでは、はい、決め、マイクにこだわる、音にこだわる、かっこいいギタリスト、ミュージシャン竹下敦史がお送りしました。それではまたお会いしましょう。